まあね、ちょっとセットリストとかはちょっと明日一回ね、まあ、区切りが多分明日だと思うので明日言おうかなと思うんですけど、でも本当にね、なんかこうなかなかね二人公演とかそういう少人数の公演とかって多分スティーブでは初めてぐらいだったと思うんですけど、ありがとうございます。明日は愛媛、もう私は鯛めしが食べたすぎて鯛めしが食べたすぎて早く鯛めしを食べさせてくれって感じです。岡山ではね、なんかリハがね着離とかしてたんで結構バタバタしてて、あんまりご飯は食べれなかったので、でも明日はねもう一回やってるから、中国語でつぶやくほど、あ、解読できました、今日メールでエセ中国語で明日のご飯について送ったんですけど解読できました。鯛めし明日我希望なりみたいな感じの漢字だけで送ってみたんですけど、すごいですよね、日本語って漢字だけでも全部読める。うん、いけましたかね。いやー、いろいろもう話したいことはもう本当に山々山々なんですけど、まあちょっと全てはうん明日が終わってから話そうかな。まだ見てない人もね、明日しか行けないっていう人もいると思うので、全ては明日いっぱい話したいと思います。ということで本当に今日は見に来てくださってありがとうございました。楽しい時間をありがとう。なんかね3月は結構バタバタしてて、なんかちょっと忙しかったりもしたんですけど、まあでも卒業前にこんなね忙しきこね忙しさを味わえるなんてねありがたいので、だいたいこうねお仕事がどん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 やっぱ卒業するにあたってこう減っていくから、みんなより忙しくないってことの方が多いんだけど、ありがたいことにもうなんか忙しすぎて逆にもうしんどいってなるぐらいはね充実した毎日を送らせてもらっております。ありがたい。グッズの売り切れが早くてびっくりしました。あ、グッズね持って帰ってきたんですよ、ちょっとだけ。なんかね缶バッジとかはちょっとまだもらってないんですけど、マイキューがもらったけど、私はねどれだったかな、あ、これだ、あの例のすぐ売り切れたという、フェイスステッカー、これゲットしました。この3D スキャナーを使用し、沖ゆかご本人の顔のデータを超リアルに再現しました。PC やスマホ好きなところに貼るだけでいつでも沖ゆかに見守ってもらえます。だってなんなんこれって思って、君は気持ち悪いけど、これちゃんとね 3D スキャナーでね、こうやってなんか撮りましたからね。ちなみにこれは真顔バージョンでございます。ゲットできましたかね、これ結構早めになくなってたらっぽいけど、あ、これシールなんだ、うわ、なるほどね。もうじゃあ剥がしたらすぐつけないとだ。
これは沖優香真顔バージョンです。このぷっくりしてますね、意外にちゃんと。でも確かにこう撮ってこう撮ってるから、どっから見ても私なんだよね。ちょっと鼻低いかな、でもなんか私だよね。どっからどう見てもだから沖ちゃん下から見たらこういう感じかとか、あ、横から見たらこういう感じかみたいな。これは可愛いですね。これは結構レア商品だと思うので。でもこれね、作ってくださったこの会社、広島の会社なんですけど、キャスタム違うわ、あ、キャステムキャステムさん、ツイッター総合フォローなんですけど、マジで変な商品ばっかり作ってるんですよ。なんでやってくださったって感じですね。前置き見合っていい、あ、そうでしょ、だからあのなんかね、最近ちょっとおかんがするとか、なんか幽霊感じるみたいな時はぜひこれを買ってスマホとかに貼ってみてくださいこれマジで貼ろうかな、スマホに。でも私ね、スマホケース8割ちゃんとかで気に入ってるからな、ちいかわの。このシールを貼るかどうかめっちゃ迷う。でもどっかしらに貼りたいですね。まあスマホが一番いいのかな、わかんないけどとりあえずね、これはちょっとちょっとね、あのどこで使うか一回保留しておきたいと思いますそう、アメちゃんありがとうございます。寒いね、なんか広島今日朝も思ってたけど夜も寒い。今広島に帰ってきたんですけど、こたつ入ってるのに寒い。もう暖房つけるべきなのかな。でもな、3月に暖房つけるのってちょっと罪悪感湧いちゃうよね結構寒々です。今風にはお気をつけください、皆様も愛媛はあったかいといいな。岡山思ったより寒かったね。寒かったですよね、珍しいって思ったけど雪が降ってた。ああそうなんだ、珍しい。おきちゃんも気をつけて。ありがとうございます、気をつけます岡山で雪降るのはなかなか珍しい気がする。明日もおきちゃん会って、おきちゃんすごい忙しい、頑張れ、頑張ります、ありがとうございます頑張るよん明日は愛媛。ご結婚おめでとうございますありがとうございます。そうなんですね、詳しくは言えないけど、まあそうなんです、結婚させていただきました、公演中に。はい、いやーなんかなかなかないよね、あんなさ、こうたくさんの人に見守られながらね、えなんかちょっと指輪の交換とか、まあ結婚式だからあるだろうけど、すごい楽しかったなんかみんなが、ね、来てくださってるファンの皆さんが温かいね、温かい目で迎えてくださったのでなんとかなりました。明日はどんな明日はどんなって言ったらあれだけど、明日はどんな結婚式になるのか楽しみです。
うん、他のメンバーさんも沖ちゃん派とマイキュー派が見えて面白かった。あ、そうそう、沖優香の友人代表のご挨拶するメンバーと中村舞ちゃんの友人代表としてご挨拶するメンバーに分かれてたので、ちょそういうね感じで挨拶してもらいました。やっぱね、新郎新婦さんってそれぞれの友人が挨拶してくださると思うので、ちょっとやってきました。明日の愛媛のスタジオ、私多分行ったことない気がするよね。 W スタジオ楽しみあるのかな。あったら、あるか、めっちゃ初期の方に行ったことあるかも、もしかしたら。もう本当に陸上公園ぐらいの時に、研究生ぐらいの時に行ったことあるってなんかファンの人に言われたような気がする。だから多分めっちゃ久しぶりなのかな、それ以来とかに行くと思うのですが。おきちゃんが新郎で会ってますか。いや、私も新婦だし、マイキューも新婦です。新婦新婦です。別にどっちが新郎とかでもなく、どっちも女の子なので、どっちも新婦でやらせてもらってます。インスタグラムにも写真載せたので、よかったら後で見てみてください。こっちにバナーもあります。なるほど、せやねん。新婚旅行はいつ行くの。新婚旅行ね、どこ行こうかね。新婚旅行行きたいね。うーん、なんかどこが有名なのか分かんないな。グアムとかそういう系。個人的には韓国行きたいけど、寒いよね。どこ行こうかな。なんか今日アフタートークでお話ししたんですけど、理想の結婚式はっていう話をアフタートークでしたんですよ。見た人いるかな。配信で見た方は多分見れたと思うんですけど、私はね、理想の結婚式は海中で行う結婚式で、遺跡とかでね、めっちゃなんかどっかの国の遺跡とかでこういうのとこういうのつけて潜ってする結婚式をなんかで見たことがあって、ちょっと憧れがありますね。いや、ドレスで潜るんですよ、しかも花嫁さんが。でもなんかそういうのって特別な訓練を積んでる人だから成し得る技なのかななんて思ったりだから素人の私が真似できることではないかもしれないんですけど、ちょっとやりたいですね。しかも舞ちゃんだったらさ、なんかめっちゃ早そうじゃないですか、泳ぐのとかも。だからちょうどいいかなって思ったんですけど、舞ちゃんにはちょっとやめておきなよって言われたので、だったらもう残すは、うん、宇宙婚しかないのかな。民間人として初の宇宙結婚式を行うしかないのかなという話をアフタートークでしたりしました。マジでね、何の話を公演終わりにしてるんって感じするけど、うん、まあね、なかなか結婚式なんて多分ね行うの大変なのでね、今回はそのライブ結婚式っていうね、まあ結構理想の形の式が、挙式が挙げれてよかったです。うーん、今日はちょっと明日がね早いので30分ぐらいに終わろうと思います。11時半になので、ちょっと早めなんですけど、11時半までお付き合いよろしくお願いします。そして
言いづらいんですけど、何ですかね、ホワイトデーイベントみたいなのにも参加してるので、よかったらご協力をよろしくお願いします。恥ずかしい、これが言うのが一番恥ずかしい。なんかもうこれ言うとき消えてなく消え去りたい気持ち。親族の反応どうだったの？あ、そう、なんかね、お父さんが見に来てくれてて、お父さんね、初、お父さんなんか今まで一回も見に来たことなかったんですよ、 STU のライブ。人生初のライブが沖前公園で、うん、全然何も、お父さん本当にドライのドライだから何にも言ってこなくて、なんかこのスタンプだけ聞きました。このなんか LINE の初期に入ってる白いこれだけ来てました。リアル親族、そうそうそう。グッズは買ってましたね。人生初が娘の結婚式ね、本当にね。人生初の結婚式がこんな通常公演とかじゃなくていいのかなって思ったけど、まあまあまあね、娘の晴れ舞台の晴れ姿を見てもらえてよかったのかなって思いました。席は親族席だったの？いや、親族席ではなかったんだけど、私どこにいるか分からなくて、お父さんで後から聞いたら、あそこだったんだって感じなんだけど、お見送りには参加してました。なんか笑顔だった、珍しく。マスクしてたけど目が笑ってた気がする。お父さん、お父さんじゃない、マイキューに、あれお父さんって言ったらって言ってました。あれみたいな、今の、そうだよパピー。うちのお父さんね、メンバーのことをもう本当になんかアイドルのファンじゃないから、なんかね、本当になんて言ったらいいんだろう、もう冷たく感じる呼び方ばっかりなんですよ。クマ、ありがとうございます。だからマイキューのことも中村って呼んでるんですよ。でなんか LINE 来て、中村のグッズなかったみたいな、吉田のグッズが出たみたいな、なんか多分ランダム引いたのかな、シールみたいな、吉田が出たみたいな。でマイキューに言ったら、中村ティーナって言われる。そう、呼び捨て、名字呼び捨てなんですよ。運営じゃん、もう運営っていうか、マジでなんか関わりない中年男性感がすごい。お父さんメンバーのこと言う、名字呼び捨てなんです。絶対にそのマイキューとかそういう呼び方をしないんですでも、いやでも STU のこと好きだと思うんですよね、結構詳しい。その多分現場には来ないけど SNS 見たりとか結構詳しい、うん。千穂ちゃんとミーヒはどうするんや。確かに、多分石田千穂、石田みなみって呼ぶと思う本当に、うん、フルネームでしか呼ばないんだよね。なんかニックネームで呼ぶっていう文化が訪れてない そんなね、なんていうんですかね、人との関わり方を知らないお父さんが私のライブを見に来てくれたのが嬉しいですねありがたい、ありがたい。あと FM 岡山さんとかも見に来てくださったりとかして嬉しかったです。プレゼントとかもくれました。なんかね、
すごいいいものをくださってね、あのすごいもう5年ぐらいお世話になってるのかな FM 岡山さんは。私が入って1年目ぐらい、1年後ぐらいにレギュラー番組に持たせてもらったんですけど、これペンをもらいました。これね、わかるかな、イニシャル付きなんですよ。見える？ペンいただきました。かわいいの、ピンクで。私ペンに詳しくないんですけど、万年筆なのかな。いや、ボールペン？ボールペンかな？パーカーいいね。あ、そんな。知ってる方がいる。私ちょっとペン業者に詳しくなくて。かわいい。ちょっと今度からギフトのお礼これで書こうかな薄いかな、ボールペンだったら。有名なブランド、あ、そうなんだ、ペンの中では。嬉しい、 YO って書いてる。これはちょっと使いたいと思います。やった、書き味抜群。マジ？使うの楽しみ。なんかもうそれこそさ、こうアイドルでさ、ペン使う時ってさ、なんかアンケート書く時とか、ラジオのそのラジオとかそういう系の原稿にチェック入れる時とかだから、使えそう。届け出に使える。確かに、あの引っ越した時の転出届とかに書こういや本当に FM 岡山さんありがとうございます。ということで、いっぱい続き、あ、婚姻届ね婚姻届ね、確かに。ゼクシー買って使おうかな。いや本当にありがたい、いただきました、ご祝儀、ご祝儀。なんかさ、お見送りの時さ、なんか4人ぐらいがさ、祝儀の袋持ってさ、これこれこれって言われてさ、今日の公演ちょっと笑った。ご祝儀いただいたの人生で初めて。おいくらを包んでらっしゃるんですかね、それは私さ、結婚式呼ばれたことないから、結婚式のマナー全然わかんないんですよね。あれってさ、ご祝儀袋っておいくらぐらいが相場なんですかね。3万円ぐらい、5万円、3万から5だよね。なんかよく聞く。でもさ、そのさ、3から5、あ、割り切れない金額、なるほどね。3から5ってさ、難しくない？まあでも4は割り切れるから3か5かでさ、なんか同じぐらいの関係値のさ、友達がいたとしてさ、片方3万でさ、片方5万だったさ、なんかちょっと気まずくない？そんなことない、みんなで示し合わせるんかな。まあそんな、そんなお祝いの時にそんなこと考えないか、そもそも。私がね、そんな、私がちょっと今やらしいからさ、おやおやってなるだけで、そういうことないよね。口裏合わせる、え、あ、そうなんや。どうするの、めっちゃさ、いやもうこの子は5だよって言われてさ、いや確かに5出したいけど手持ちがみたいな時、なんか空気感で断れない時。いやそんなことないか、ちょっと私はあの嫌な方向に見すぎてますね。やめとこやめとこ、まあ皆さんはね、あの
ご祝儀袋なんてものは全然気持ちで大丈夫なので、めちゃくちゃ大きい声出しといてくださいそれで陽気としましょう。ということで、じゃあもうちょっとしたら壇上を読んで今日は終わりたいと思います。やばい、なんか寝落ちしてしまいそう、眠い、めっちゃ楽しい公演ありがとう、こちらこそありがとう。髪型どうしようか迷い中。気持ちでってお坊さんみたいなこと言うね。お坊さんがそう言うかは分からないけど、そうよ、アイドルはね、どれだけ欲しくても気持ちで十分っていうのがテストで正解って書いてある問題集に書いてある。気持ちで十分ですどれだけ喉から手が出るほど欲しくても気持ちで十分ですパックもパック欲しいパック欲しいアイドルとしてっていうか、まあ、人としてかな、た人としても、人としてもよ だから最後に投げ込まれるのを期待しとこう。こうやってフィギュアスケートのさ、なんか終わった後みたいな感じでさ、ご祝儀袋からパンパンパンって投げ込まれるの。でもさ、なんか罪になりそうだけん、やっぱりやめとくわ。なんか怖くない？なんか横領罪みたいななんかさ、怖いからやめとこう。あ、投げ銭神社みたいだね。皆さん大量の投げキスとか愛を待ってます。それでは壇上読みたいと思います。何の話ってね。実際バンボシさん、12位トマトポさん、11位師匠さん、10位スギッポさん、9位ジムジムさん、8位セバンポさん、7位50代独身さん、6位ササフクさん、5位ホクさん、4位がマッカさんでした。ありがとうございました。そして3位がゼリーさん、2位がコバチさん、1位が虫男さんでした。壇上の皆さん、コメントしてくださった皆さん、ありがとうございました。そして今日は公園にも遊びに来てくださった皆様方、本当に本当にありがとうございます。明日は愛媛でまた2公演あって、まあ、そっからね結構お休みっていうか4月7日まで開くので、まあ1回区切りというか明日で区切られるので、またまたよろしくお願いします。明日も愛媛で待ってます。ありがとうございました。ゆっくり休んでください。今日は本当にありがとうございました。バイバイ。私も早く寝ます。寝落ちしそう。ありがとう。バイバーイ。3、2、1。ありがとうございました。